ターホースポケットプラス。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。最強世代ガチャ。10回ガチャ行きましょう。お、SSR 出るよ。うん、さあ来る。どうせユンスカイ。セーブスカイはセイ持ってますね。伝説の宝玉。作物ができてるね。農園に行きますか。できてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。48キロ。はい、何です。募集ですが、いい感じだね。お、嬉しい。はい、何です。そう、体質の朝が最後まで尾を引いた感じですよね。どうしたの。いい仕上がりだね。いい感じだね。そういえばさ、残り3種ですか。いいね。大根。いい感じだね。WBC 行きましょう。即観戦チケット見ます。行きます。なんとかここで勝ってほしいね。2番人気。ただいまより投票受付を開始します。尺投げドライ、グラスワンダーも言いますが、偽グラスワンダーですね。カタオパラダイスは2番人気。ホワイミレニアムがラが出ております。
一番右は二重丸ですね。さあ、ロンドン系、ロンドンで行われる WBC クラシックです。ワールドシティロンドンに世界を代表する優秀たちが集います。ワールドブリーダーズカップクラシックのスタートです。青い帽子4番ロンドンの夜景に包まれて、まあまあのスタートスタートを切りました。2番クリスタルオーシャン、スタートのタイミングが合わなかった。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのは9番アワポエティックスプリンス、その後ろでやりましょうか。11番ドバイミレニアム、この辺りちょっと離れている。10番グラスワンダー、これが1番人気のシャク投げドライ。デムーロ騎手、この手応えはどうか。そしてその後ろからビブロス、それから7番トリプティク、その内からは1番スターオブコジーン、そしてその外に12番フリックス&モルタル、それからクリスタルオーシャン、カタノパラダイス、その外からはアーキペンコ、そしてしんがりからザグレイガツビーという展開です。もう一度前から整理してみましょうか。先頭を行くドバイミレニアム、一馬身リード、それからもう一頭9番アワポエティックスプリンス、グラスワンダー、これが一番人気のシャク投げドライ、目下連勝中。そして5番手にビブロスであります。外から1頭7番トリプティク、内を通って1番スターオブコジーン、その外にブリックス&モルタル、曲がります。さあいよいよ最後の直線、栄冠を手にするのはどの馬か。さあ先頭はドバイミレニアムが粘っている。グラスワンダー懸命に追う。先頭ドバイミレニアム、しかし差はそれほどでもない。グラスワンダーが2番手、カタオパーダイスがいい伸びだ。これ一発刺すんじゃないの。グラスワンダーこの場は粘れるか。刺しますね。ドバイミレニアム、カタノパラダイス、やりました。一着カタノパラダイス、ワールドブリーダーズカップ初制覇。すごい。1000枚プラス、駆車レベルをレベル82アップです。やったね。すごい鮮やかに差し切りました。ねえねえ、私は追い込み馬が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。いいですね。ではですね、馬体重戻してから。はい、何です。いや、これは一本の動画で見せないとダメでしょ。すごいですね、驚異の5連勝。分特別から全部を制しております。次が SWBC 本当の引退レースですね。ねえねえ、さて、448キロとして戻ってきます。残り2周。体重はバッチリだね。いい感じだね。はい、何です。
どうしたの？さあ、ラストの週です。お、いいじゃないの。いい感じだね。SWBC です。これも今すぐ観戦できるんですね。3枚使えば観戦できます。なんとかここで勝ってほしいね。今人気ですね。ただいまより、さあ引退です。SWBC です。一応20丸1つあるですね。一番人気は10番ワンダーモーメント。なるほど、一番右って人気の数字なのか。なのでそれから左を押さないとダメ。違いますね、一番人気じゃないから。さあ行きましょう。引退です。 SWBC です。さあスーパー WBC 最後のレースです。時間をそして空間を超えて歴史に名を刻んだ赤い帽子が集いました。3番です。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。スタートどうだ。もうちょっと立ち上がった。いやでもいいスタートです。スーパーワールドブリーダーズカップ2番ノーベルスリー、それから1番ワイヤリータークちょっとタイミングが合わなかったようであります。さあ先行争いであります。オルコックアラビアンがやはり行きました。やはりオルコックアラビアン緩やかに下ってトンネルへと向かいます。ちょっと離れて6番最近このパターン多いですね。内音引退ですが、バルム、そしてその後ろからドライブマリア、12番ヘロド、マッジェム、それから足毛の馬体、カタノパラダイス、そしてもう一頭9番ラーレーアラビアン、これが1番人気のワンダーモーメント。その後ろ3馬身くらいあって5番ニンニンニン、1番バイアリーターク、それからノーベルスリー、流れるようにレースが進んでおります。先頭を行くオルコックアラビアン大きくリード。世界一への試練となる厳しい上り坂、ちょっと離されましてエクリプス、ゴドルフィンバルブがその後ろ、そして4番手に7番ドライブマリア、それから12番ヘロド、8番マッジェム、オレンジの帽子にご注目ください。これが一番人気のワンダーモーメント。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。ワンダーモーメントは5番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。一番内オルコックアラビアンが頑張っている。外から何が来ているのか、ワンダーモーメントか、内が飛んでいる。ワンダーモーメント、一番内オルコックアラビアンが粘っている。ノーブルスリー懸命に追う、カタロパラダイス届くのかどうか。ワンダーモーメント1着、一番人気に見事応えました。うわ、1着当番、2着3番、3着2番以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。はい、引退です。もちろん登録します。
飲料酒秋から始まっております。なかなかオクトーバーステークスは書けなかったんですよね。2万1000枚を稼いで殿堂入りしました。成績はご覧の通り、全然最初の5000とその後の5000では全然違いますね。はい、何です？まあまあかな。両手枠が OK 率ですね。ベイソブリン系ということで、カタパラダイス1位はどうなるかと思いましたが、結果的には最後、WBC を制覇、 SWBC を2着に入りまして、よく稼いでくれました。体質に不安があるっていうことだったので、まあ、台頭は遅れましたが、よく頑張ってくれたと思います。次回から次世代を育てていきたいと思いますので、引き続きご注目お願いします。スターホースポケットですね、今までの記録はプレイリストに載せております。 URL 説明欄に記載します。ぜひご覧ください。ブログ、ツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。そして、チャンネル登録、高評価もお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。